こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は11月29日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも身近な人がこのお誕生日の日だ人だということも、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。11月29日はいて座ですね。この人は公平公正であることを愛する博愛主義者でいらっしゃいます。活力、生命力、気力にあふれています。やる気がかなりねある方だと思いますし、理解力が高く、嗅覚が鋭いんですね。嗅ぎ分ける力、それゆえに対応力が高くていらっしゃいます。いわゆる臨機応変な動き方っていうのが得意ですし、それを裏返すと、紋切り型の対応ってやつですよね。役所仕事だったりとか、トップダウンの働き方っていうのは、指示待ちとかで動くっていうのは、きっと性に合えへんやろうなっていうふうに思います。加えて、直感力や洞察力も鍛えるとかなり鋭くなるタイプの、器を持ってらっしゃってて、ですから、人と話してて分かってしまうことが多いんですよ。で、ほら、公平公正であることを愛する博愛主義者でさ、気力に満ち溢れててさ、で、臨機応変の力が高いって言ってんのにさ、洞察力と直感力が高くなるとどうなるかっていうとさ、そういうことを美徳に据えやすいんですよね。公平であって、公正であることを、なんていうの、みんな分かりやすく平等に扱い、優劣をフラットにしようとするっていうことを美しいと、考えやすいので、本質的に向き合い成長することこそが是である、素晴らしいことであるっていうふうに思い込むところがちょっとあるんですよ。考え方のパターンとしてね。だから幼児性をがその成長できてなくってさ、幼児性を発揮してしまうと、相手さんが目をそらしてるのに本当のことをさすげなく言い当ててしまったり、単刀直入に切り捨ててしまったりってことが、あるよねっていうのが、この人の、たまに傷というか。で、その辺は寄り添い力ですよね。相手のペースをおもんぱかる力とかを養うのが精神的な成熟目標になるんかなっていうふうに思うんですよね。こういう感じ、ほら、精神的な成熟目標になるんかなって思うんですよねみたいな感じで、こう遠曲に言ってく、あなたにそういう風に学ぶ姿勢があるんやったらこういう風に言ったらええんちゃいますみたいな感じで、いっぱい言葉を重ねておいて、こうオブラートを何重にもして、相手がこう受け入れやすいような言い方を学ぶっていうのは、この人にとっての幼児性っていうものをこう乗り越えていく、そんなん成長する方がいいに決まってるやんって、今やる気がないのはやる気がないからでしょみたいな、自分やる気がある方やからさ、その気力が湧かない人の気持ちってちょっと分かりにくいんですよね。でもいろんな人がいてるよねって、やる気が出ない時もあるし、例えばさ、ちょっと太っててさ、痩せたいって言ってんのにさ、今日なんか朝ごはんも昼ごはんもおやつもしっかり食べてるけどやる気あんのかなって言いたいやんけど、あ、今日はダイエットお休みなんやねって、また頑張るんやったら声かけてねって言うくらいのさ、湾曲さを身につけると、大人になるしさ、臨機応変力もここで、またその伸びたところから発達していくので、すごくこういいんじゃないかな。他人との距離感のつかみ方、相手のペースとか精神的成熟のペースっていうのに合わせて、正論とか公平性っていうのを持ち寄るっていう芸当が身につくと、ものすごい人間関係生きやすくなると思うし、11月29日生まれと一緒に添い遂げたいというか、一緒に過ごしたいって人はすごく出てくると思います。はい。で、元来理想主義でいらっしゃると思います。ですから、こうだったらいいなっていう風な理想ですよね。相手のそのほら、ちょっと痩せたいとかさ、ちょっともっとこういう風になりたいねとかっていうのももちろんそうだし、自分の理想だったり憧れみたいなものに対するエネルギーだったり矢印は強いんですよね。で、野心もあって実務の処理能力も高いんですよ。ですから現実的に地道に働いて慎重に計画を実行するってことができる人なんですよね。向いてますよ。で、誠実であるってことに価値を置きやすいし、真面目な方ですから、普通にしていれば社会的な信用はかなり高いはずです。で、
あなた11月29日生まれさんがチームとか団体の顔を務めることっていうのはそのグループにとって大きな旨味になるんですよ。でそのだから選ぶってもいいんですよ。偉そうに私代表やったろかみたいな感じにやらはってもいいんですけども、まあ多分やらはれへんやろうなっていうのはまあ思いますね。はい。理想主義で目標とか夢に向けて情熱を燃やし、ちょっと楽観的なんですよね。だからなんとかなるやろうなっていうふわっとした根拠で活動していけるんですよ。非常に重要ですよ、このちょっと楽観的っていう部品は。すごく健康的な前向きに必要やって、でまあさような目標に向けてのエネルギーから探求心っていうのを呼び覚ますんですよね。で真実の追求とか悟りへの修行っていうものに向かう11月29日生まれさんっていうのもすごく少なくないんじゃないかなって思います。で大乗仏教とか好きやと思いますわ。博愛主義なとこあるし、理想主義やし、公平公正やし、あれ誰やったっけ、空海じゃない方、道教やったっけな、まあ何しかその辺の人の仏教の思想とかを勉強するとめっちゃハマると思いますね。はい。で、視野が広いっていうのが11月29日にとってすごく力になるんですよ。まあそれはそうですよね。公平公平とかって言ってるけど、公平性には高い視野が必要なわけですよね。めっちゃ狭い視野でさ、公平とか言っててもさ、全然説得力ないやんか。だからそういう風な勉強はもちろん必要だと思います。世の中の価値観とか人の断りなど、哲学や倫理観ですね、文化、宗教を学ぶことっていうのは、まあ必要になってきますし、まあ、それが11月29日さんを、素晴らしく輝かせるためには必要な良い燃料になると思います。哲学、倫理、文化、宗教を学ぶことですね。そして、まあ、公平性のために世界観を広く持っておくことっていうのは、必要な下地でしょうね。はい。誠実で正直、そして約束ごとへ向かってね、ちゃんとしなきゃっていうエネルギーがめっちゃ高いので、周りからの信頼が高いし、社会的に仕事を手にしたらどこからでも上り詰めることができる人だと思います。はい。で小金が手元にあると、なんでか知らんけど気前が良くなるっていう一面があって、人に与える分には全然いいんですけども、ご自身の取り分を削ってまで振る舞うような気前の良さっていうのには注意が必要だと思います。ご自身に絶対的に必要であるっていう枠っていうのが、まあ、ありますやんか。そこを、まあらかじめ確認しておいて、これは友達と、まあ、人に使ってもいい分、これは自分の分っていう風な線引きっていうのは、ご自身でしないことには誰もしてくれへんし、それはみんなくれたら嬉しいしさ、もっと来やって言ってくれる人ってもう身内かほんまのね、仲間しかいないと思うんですよね。おごってくれんのやったってみんな思うし、でその辺は、金銭的にはもちろんなんですけれども、エネルギー的にも食いつぶしてしまいかねませんよね。払ってあげる、やってあげるって同じですよね。だからさっきにも申し上げたように、その約束ごとへのちゃんとしなきゃっていう真面目なエネルギーもかなり高いので、やってあげるよっていうふうに結構言いやすいんですけども、ほんまにそれできんのかっていう、ここまでは受け入れられるけど、そうじゃないレベルになった時に、あ、ごめん、ここからまでやっちゃうと私も立てられなくなるからごめんねっていう、線引きをする、判断基準みたいなものを自分で、お誕生日やし、確認するのもいいんじゃないですかねっていう風な話です。はい。11月29日生まれさんの人生の起点、転機は3つありまして、1個目が22歳まで。この時期っていうのは、まあ、楽観性がぐっと高くなって、怖いもの知らずで自由に振る舞う時期と言われています。22歳までね。で、この時にすごく学問だったりとかを、自由に勉強して見識を広めていく、公平性を広げていくっていうのがベストなんですけれども、22歳までにそういう勉強しなかったわって方でも全然いつからでも遅くないと思います。ただ、まあ、22歳までっていうのはかなり怖いもの知らずでさ、なんて言ったらいいんやろな、もうすっごい大先生にさ教えてやって言えるみたいな自由な振る舞いができる時期、しかもそれが許してもらう時期みたいなのが22歳までにあるんですよね。この11月29日の場合は、それは使うといいよねって、自由に行こうぜっていうところです。
で、23歳からですね、これが2つ目の枠になるんですけども、ここからね、かなり我に返るというか、現実的に目が覚めるというか、目標達成とか、なんて言ったらいいの、現実的になるかどうかっていう風なところになってくるんですよ。秩序とか規律とか、現実に自分が勉強してきたことを、沿わせていくにはどうすればいいかっていう風な段階に入ってくるので、22歳までは、自分がやりたいようにやっていく。23歳からは自分がやりたいことを現実にフィットさせるにはどうすればいいかっていう風に頑張っていく時期が始まります。はい。だから、実現可能なのかっていうところにすごくこう知恵を使うようになると思いますね。はい。そして次ですね、53歳から、はまたこれで最後の、区切りになるんですけれども、この時期っていうのは独創性ですよね。またここで自由っていうのがまた戻ってくるんですね。自由にやるってどういうことなんて、みんなの中でやるってどういうことなんっていうふうなのが53歳からやって、だからこう22歳までと53歳からでちょっとこう同じようなテーマになるんだけれども、ここからに53歳から独創性っていうのが始まるんですよ。自分だけの世界みたいな。そういうふうな意味で言うと、53歳からっていうのはちょっとこうハイブリッド型ですよね。現実にも即しながら自由な、自分のやりたいようにやっていくっていうふうな形っていうのを実現させていくっていう段階になっていきます。詳しい年齢言ってくれるのがありがたいですと、コメントありがとうございます。はい。星占いとこれぐらいしか言えないんですけども、また手相占いも受けにいらっしゃってくれたれば、細かく全部読みますよ。はい。現実的で博愛主義者でいらっしゃり、判断力があり、臨機応変で、想像力もあるので、お笑いのセンスがあったりします。人を楽しませるってことができる人なんですよね。で、感性豊かで美的センスにもそのアンテナはヒットするはずです。で、それゆえに普段は親しみやすくて気さくなんですけれども、なんて言ったらいいの、精神的な成熟が弱かったりとか、人をこうバカにして自分の精神の安定を図るような状態になってる時っていうのが、なっちゃうと、自分のお笑いとか美のセンスっていうのは鼻にかけた態度を取るようになっちゃうんですよね。で、横柄だったりとか、独善的だったり、自己中心的に振り回ってしまうようになっちゃうので、そこは、なんか悪い癖出てるな、みたいな感じで、自分をこう、いさめた方がいいやろうなっていうふうな瞬間ですよね。で、チャンスやお金の匂いを嗅ぎ分ける能力があり、それを使い始めると、お金に困ることはまあなくなると思います。で、持ち前の野心や向上心がより高いレベル、よりたくさんの成果へと、目標を、設定し始めたら、たちまち駆け上がり、実利を追求した仕事ぶりを発揮することになります。11月29日さんにとって、乗るか反るかっていうのは、こう目標設定の可否によると言っても過言ではないです。いかに、自分の人生の目標を、掲げるのか、どうなりたいって、だからその理想主義やって申し上げてるところの憧れの部分っていうのをどこに置くのかってところですよね。で、人間のことってのは基本的に好きだと思います。で、人に合わせることを良しとしてると、どんどん良くなっていくんですけども、かなり寂しがり屋な部分が強いんですよね。で、恋愛とか仕事のパートナーに対しては、合わせすぎたりとか、逆にコントロールしようとするっていう、こう、なんせこう、適切な距離感っていうのを、お互いに保つ努力っていうのをなさると、長く友情や愛情を積み重ね、育むことができる関係を維持することができます。はい。11月29日生まれさんは、強烈な個性を持つ、その地の名士になる人です。11月29日生まれさん、独自の哲学や美学を持って、あなたが所属する場所をどんどん活性化させる、その土地、チームの成功の鍵になる存在なんですね。そのための興味に向かっての知識の吸収や、人と人との距離感を測ること、他人をおもんぱかること、自由にやるための力の動かし方、関門は数多いんですけれども、あなたならきっと流れに導かれるままにやり遂げられると思います。力まず自然にのびのびとお力発揮してください。応援しています。ということで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。それでは、ほなねー。